皆さん、こんにちは。滝沢勝也でございます。どうも皆さん、こんにちは。今回はまた初心者は取引シリーズ7曲目の2本目の動画のでございます。スキャンダルの瞬間センチメンタルという曲を練習しておりまして、1本目の動画では、それぞれのパーツを練習しましたけれども、この2本目の動画では、ソロと、イントロの単音の部分、こちらをどういうふうに気をつければ上手に弾けるのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、ちょっとイントロはさっきやったから、ソロからいきましょうか。ソロ。ソロ。ぬるっと弾いてみると、こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じの、ソロです。やってみましょうか。まず、オクターブが、登場ですね。人差し指で4弦の11フレットで、小指が2弦の14フレット。で、アメリカンイントロの時みたく、全部の弦をガシャガシャガシャと弾いていきます。タンタタタッタまで、タンタタタッタまで弾いたら、人差し指が6フレットの位置までスライドします。タンタタタタ。で、この時にちょっと音が止まってしまうかもわかんないですけれども、そのできるだけ押さえたままずらすように心がけましょう。押さえたままずらしていく。ずらしていくと。途中で指が、この弦から離れてしまうと、こんな感じで音が途切れてしまうので、押さえたまま、ずらすように。気をつけると、いい感じと思います。タンタタタタスライド。そしたら、アップでもう一回弾きます。で、その次、人差し指を7フレットの位置に持ってきて、アップから、タタタタタタン、6個ですね。タタタタタタンと弾きます。こんな感じ。で、今度は人差し指が9フレットの位置に持ってきて、ダウン、ダウン、ダウン、アップと弾いたら、人差し指が6フレットの位置と2フレットの位置をアップで1個ずつ弾きます。タン、タン、タタ、アップ、アップ。タン、タン、タタ、アップ、アップ。こんな感じ。で、ブラッシングを2つ入れます。アップ、ダウン。で、このブラッシングを入れなくてもいいです。アップダウンって2つそこにチュッチュッって入れるといい感じになるんですけど、別にどっちでもいいです。入れなくても入れなくても、どっちでも、どちらでも。で、その次、行きましょう。人差し指で3弦の14。で、ラノと弾いたら4弦の14でミノと弾きます。ラー、ミ。一個一個こう弾くんじゃなくて、ジョイントといって、この同時で押さえるように行きましょう。一個一個こうやっていくんじゃなくて、同時に。で、薬指で、ラー、ミ、シ。16フレットですね。3弦の16フレット。ラー、ミ、シ、ミ。ラー、ミ、シ、ミ。で、小指で、2弦の17フレットのミ。ラー、ミ、シ、ミ、ミ。ミ、シ、ミ、ラ。そうですね。ラー、シ、ミ、シ、ラ。と戻るわけですね。ラー、シ、ミ、シ、ラ。ラー、うん、シ、うん、ミ、うん、シ、うん、ラ。このラシミシラを合間にこの低いミの音を入れていくと、ラ、ホイ、シ、ホイ、ミ、ホ、シ、ホイ、ラ。で、その次3弦の16フレットをチョーキングして、ドー。で、もう上げて、で、もう一回いきます。で、下ろして、15フレット。こんな感じでいきます。上げて、5回上げて、下ろして、15フレット。で、2弦の17フレットを薬指でチョーキング。終わる。こんな感じです。ちょっと続けてみましょうか。ギターのソロの部分、ゆっくり、続けてみます。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。パンパパ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 パ3、2、2。で、ラから、ラ、ミ、シ、ミ、ミ、ミ、シ、ミ、ラ、
チョーキング、チョーキング、チョーキングさん。15フレットにて。で、最後。17フレットをチョーキングして終わると。こんな感じの、ソロです。チョーキングが、ね、たくさん入ってくるんでね、ちょっとこの辺が大変かなという感じです。今までそのチョーキング出てきた期間が確か出てきてないかな。じゃあ、スメルズマイクの時に出てきたか。まあ、ちょっと出てきたりとかしましたけどね、こんなにがっつりチョーキングするのはこの曲が初めてなんで、意外とむずいなってなってるかと思います。イントロのところも、このね、ソロのところも、このチョーキングがどんだけスムーズにできるかで、スムーズさが変わってくるんで、ちょっとこれを、頑張って練習しましょう。ちょっとイントロに戻りましょうか。イントロに。話を戻しましょうか。イントロ。イントロは。っていうフレーズでしたね。ツータツーの後、このシの音をチョーキングするところからスタートします。3弦の16フレットを薬指で押さえていただいて、3弦の16フレット。で、これを2回弾きますよね。2回弾いて。で、上げて下ろす。で、この時に、上げすぎも良くなければ、上げなさすぎも良くないんですよ。すごく難しいところなんですけども、2フレット上の音を出すんです。16フレットをチョーキングするならば、16フレットをチョーキングして、18フレットの音。このラン、シン、シコーか、ドア。シコーン。シの音をドにもできない。シロン。これが、行き過ぎても、ダメだし、行かなすぎてもダメだと思う。すごいチューニングが。ずれております。こんな感じ。2フレット分の音をちょっと持っていくという感じです。で、1本目のとかでちょっと言いましたけれども、その、ね、指先でこう持っていかないということです。極端に悪くやるとこんな感じ。指先を使って、こんな感じでこのね、ギョイ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 とやっていこうとするやり方。これはね、本当にすごくよろしくないです。単純にそのピッチが安定したりして疲れちゃうし、あとその他の弦をこうね、巻き込んでしまうんで、ノイズがたくさん出てしまうんですよ。極端に悪くやるとこんな感じ。こうじゃなくて、その形を一定にして、薬指が16フレットを押さえたならば、中指、人差し指も手伝ってあげて、手首をひねるような感じで、このまま上に持ってってあげるわけなんです。弦を持ってってあげる。で、そのまま下ろす。この時に、弾いてまっすぐ下ろすんですけれども、この時に誤って、ちょっとこの予弦の音を捕まえてきてしまって、予弦を捕まえてきてしまって、こう一緒に引っ張って、バヨンバヨンと。しないように気をつけましょう。薬指、中指、人差し指、そのまま押さえたならば、これを固定したまま上に上げて、で、そのまままっすぐ下ろす。こんな感じでチョーキングしていくとうまくいくかなと思います。この水かき部分をこの、ね、ネックにこうべったりくっつけるというのも一つの手ですね。これも一つ の, あのコツというか、そんな感じです。このくっつけておいて、指先に行くんじゃなくて、手首を使って、チョーキングをしていくと。ちょっとこの辺はね、そんな、このね、フォームが大事なので、ちょっとこうね、僕の形を真似してくださいませ。その親指はどの辺かなとか、人差し指はどの辺にあるかな、13フレットあたりにあるなとか、なんか後ろのとこべったりくっついてるなとか、で、その3本指をね、添えて、その動かし方、動かし方、その、この時にその人差し指は別に伸びたりしてないなとか、なんかね、薬指はこっち側に行ってるなとかって、そんな感じで、その細かく気づくところってたくさんあると思うんですけども、そういったところをね、そのね、真似していただくと、なんとなくコツがつかめるかと思います。こんな感じです。チョーキングのコツは以上。で、あと、その単音を弾かなければいけないときに違う弦を弾いてしまうというパターンがたくさん出てくると思うので、そこも気をつけてくださいませ。こちらもコツとしては、そのピッキングの動きを大きくしないということです。あんまりその、なんだろう、極端に丸くやると、とかやっていると、そのね、ピックガードどの辺にあるのかわかんなくなってきてしまうので、できるだけ動きを小さくすると、指がこのピックガードにくっついてしまっても大丈夫です。この辺でこうちょっと安定させながら、ピックがあまり大きく動かないように。すると、ピックが迷子にならなくて良いかなと思います。ちっちゃくちっちゃく。
ピッキングしていただくと良いかと思いますので、こんな感じを気をつけてやってみてくださいませ。そんな感じで、チョーキングと一本一本の、音源というか、ピッキングですね。この2つを気をつけていただくと、割とよくできるようになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでございましょうか。そうですね。まあ、基本的にはまあ、ね、その回数をこなすというか、まあ、練習という感じになってしまうんですけれども、まあ、以上が、その単音のコツという感じです。これと、こんなんです。ちょっと頑張って練習してみてくださいませ。そしてちょっと最後に一つおまけ。おまけです。これちょっと難しいんでおまけです。覚えてなくていいです。やらなくていいです。一番最初の、に関してなんですけれども、ちょっくら、チョップとか、レイキングなんて言ったりとかするんですけれども、少しこのおまけの音を入れる動作をやっているので、もし余裕があったら練習してみてくださいませ。普通にこの2本の弦を、7フレットと9フレット、2本の弦を弾いて、チョーキング、するんですが、弾くだけじゃなくて、ちょっとこの低音弦側から、このブルルっていう、ちょっとこうノイズを入れてから、やっていきます。どんな感じでやっていくかというと、その右手のこのブリッジミュートをする部分ですね。このブリッジミュートをする部分をこの弦に当てながらピッキングしていきます。4、5、6弦あたりをうまい具合に触るようにして、ゆっくりやると、こんな感じでやると、弾くよりも、なんか勢いが出た感じがしますよね。こういうのはそのチョップとかリーキングとか言ったりとかするんですけど、もし余裕があったら、こんなのも練習してみてくださいませ。それでは2本目の動画は以上でございます。チョーキングのこと、単音のこと、なんかフォームのこといろいろ細かく言ってしまいましたけれども、頑張って乗り越えていただけると嬉しいなという感じです。3本目の動画では、それぞれ練習したパーツを組み合わせる構成の練習をしていきますので、頑張ってついてきてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。